皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ、今日も知らないアブノーマルが来たね。まあさすがにとんでもないのは来ないと思うけど、少し不安ではあるね。なんか収容室暗くない？ちっちゃいのがたくさんいる。雲だね、左上に母親がいるわず。確か常にお腹を空かしてるって感じのアブノーマルだったはずだけど。だったら栄養作用ね。それが今のところ一番確実かな。おそらく清掃作用とか暴力作用はヤバいかも。国母を殺しちゃうかもしれないからね。殺したらヤバい感じ。ヤバい感じ。気をつけておくわ。栄養作用は割といい感じね。そして一発で観測が、脅威度が低いからかしら。っていうか雲の作用中のダメージが精神ダメージだってことにびっくり。そっちは物理ダメージだったの。そうそう、与えてくるダメージ変わってるやつもいるみたいだし気をつけないと。名前は母なる雲。原理主義者の職員は高い確率で国母を殺す。情報チーム原理主義者いなかったっけ？今作用してるのは合理主義者だからセーフ。高い確率ってどれぐらいなんだろうな。 80% ぐらい。壁に向かう女の観測ができるからやってみようか。最終観測ではないのね。これで好みの作用が判明したわね。暴力作用は正解だったみたい。完璧かよ。次の日は雪の女王。2回口づけをされるとダメなのね。作用結果がよろしくないと口づけされちゃうから注意してね。でも1回目だけなら結構いい効果なのね。やばいアブノーマルが来た時は1回雪の女王に作用してもいいかもしれないね。ちょっと順調すぎて怖くなってくるわね。蜂とか来なければいいけど。ま、今回は職員のステータス重視で言ってるから割といけそうな感じするけどね。てかエネルギー減ってない。あや、なんでだろう。エネルギーを集め直してきたわ。これで7日目終了ね。あれ？エネルギーが溜まったのに次の日に行かないよ。あれ、何かいる？ベスト石。あ、これは積んだね。積んだ？ベストバグって言われるやつさ。ちょっと俺の方の情報が残ってると起きるバグで、こうなると進行不可能になるバグね。来たら終わる感じ。こればっかりはね。じゃあ今回はここで終わりにしましょうか。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。